免疫増強薬は、免疫作用、免疫応答を増強、不活させる物質のことを指す。免疫不活薬とも言う。T 細胞の増殖や、マクロファージの活性を増強する。代表的なものに下流球、マクロファージコロニー刺激因子がある。ウイルスやガンで抑制された、免疫反応を高める。抗原と共に用いて正常な免疫脳を、 増強させるアジュバントもこれに含まれる。免疫増強薬は大きく2種類に分けられる。特異的免疫増強薬、ワクチンや特定の抗原提示などで、抗原特異性な免疫応答を誘導する。非特異的免疫増強薬、抗原の特異性とは、無関係に作用し、他の抗原に対する免疫反応を増強したり、抗原の特異性を持たない。 免疫系の構成要素を刺激したりするもので、アジュバントや、一食い的免疫不活剤などがある。内因性物質の中には、一食い的な免疫増強物質が多い。例えば、女性ホルモンは、適応免疫反応と自然免疫反応の両方を刺激することが知られている。エリテマトーデスのような自己免疫疾患は、女性に多く、 その発症はしばしば思春期に一致する。また、プロラクチン、成長ホルモン、ビタミン D 等、他のホルモンも免疫系を制御していると考えられる。デオキシコール酸は、一食い的免疫系の免疫不活剤として、その主役であるマクロファージを活性化すると指摘する、論文がある。これらの文献によると、体内に十分な量の DCA があれば、 人食い的免疫系の免疫反応が良好になるとされている。その他にも様々な製品の販売業者や、カイロプラクター、ホメオパシー信者、神宮師などの代替医療従事者が免疫系を刺激したり、高めることができると主張しているが、一般的には意味のある説明や効果の証拠はない。ありがとうございます。